前今日暇だろ。今日ジュネスでハロウィンフェアな。飾りはあるけどチーフいなくて誰に頼んで。お前が。おっしゃオンに切るぜ相棒。じゃあフードコート。欲しいってようやく終わったぜ。あ、タイミングバッチリ。さすがに気が合うな。にしても似合ってんなお前。板についてるっつうかそっちが普段着ってレベルだぞ。もちろん本番は俺もちゃんと着るぜ。助っ人にだけ着せたりしねって。いやーでも助かったぜ。ありがとな。まあれがいりゃお客は。楽しそうだなあいつ。なんかご当地なんとかみたいになったけどな。あれ、陽介くん、ちょっとちょっと、どうなってんの？あ、チーフ、お疲れ様っす。ハロウィンフェアの飾り付けなんすけど。え？あ、やだな、陽介くん。あれ、とっくに中止になったでしょ。は？あれ、中止決まった時の朝礼、陽介くんもいたと思ったけど。朝だし、ぼんやりしてたかな。まあ片付けよろしくね。すごいねこれ、陽介くんたちが飾り付けたの。こんなに頑張ってくれるならやればよかったな、ハロウィン。見ないでくれ、そんな目で俺を見るな。寒いね。それでは次のニュースです。環境を考える会代表の香西氏が市内の小学校を訪れ、霧の影響を現稲葉市内でです。あ、この人学校調査を終えた現代は、あた降ったらいっぱい春。Thank you.
うまそうだ。どれ？
お待っ、行きましょう。悪くないですね。お父さん遅い。おと。配達の人だった。もしもし、どう？うん。お父さん。でも、七子さん。今日、こたつだそ、寒かった。あったかいよ。スイッチ、つかない。壊れてる。おい、見たか？なんかえらいぼっ、くっそ。とにかく、明日、今日、心当たりとか、情報、じゃ、明日開けとけよ。真夜中テレビ、皆さんに言われて僕も見てみました。探偵業の僕がまさかこんな迷信に目を凝らす日が来るとは驚きです。人影、確かに映りましたね。あれ、誰だか分かったって人いる？さすがに無理っしょ。画面あんなザラザラじゃ。誰か最近テレビに出て地元で有名になった人は？すぐには思い当たりませんね。直近では政治家が一人、霧から来る風雪を沈めるために町へ来たと報じられましたが、可能性は低いでしょう。第一、すぐに中央へ帰りましたし。ん？どうした？そういやお前、昨日は売り場のベッドで爆睡した罪で深夜棚卸しの刑だったっけか？テレビ、売り場のでいいからチェックしろって言ったけど、ちゃんと見たか？失礼、コマね。クマ、ナナちゃんと約束もしたし、生きることに真剣よ。クマが見るに、映った人、体格細くなかった？いやー、あんだけぼんやりで、体格も何もないっしょ。気のせいだって、もしくは寝落ちか。それより、あっちに人は？それはなし。まだ誰も来てないよ。もう一晩様子見るしかないかも。みたいだな。幸いこの雨、今日も夜まで降り続くみたい。おーい、おかえりねえ。おと、こたつ？うん、じゃあ頼む。手紙？お前や、差出人のまるっきりない手紙な。お前、答えろ。お前、真面目に。俺は別の場所すぐか。
これは預かってよ。さあ、あの警部。お前。ペルソナ？人がテレビ、うん、今日こそはもういい。まあ、一晩。あーっとと。ああ、いや。ほんと、そうだ。この事件、だから言う。あ、じゃあ。なんで俺まで棚卸ししてんだよ。クマがあんま稼がないからしょうがないでしょ。なんで偉そうなんだよ。もうなんで俺がお前養ってんだよ。こんなん買ってやんなきゃよかったぜ。ほらこれ持っとけ、お前用の携帯。ほほ、 IT 時代ないとこっちが心配だしな。つっても子供用の安っちいやつだけど。ありがとう陽介。使い方はこのマーク、まあ俺の。出ないな。今夜も雨だし、テレビのチェック忘れないようにって思ったんだけど、外は歩いてて気づいてないとかか。とか遊びに行く。行かねえよ。てかお菓子戻せ。ああそっか、お留守番かわいそう。クマよ、晩ご飯差し入れに行ってみるとか。ねえ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 。ああもう分かったよ、しょうがねえな。オッケークマ、イエス。陽介おっとな。クマ、じゃあちょっと待ってろ。やっぱ、え？もしかして。もしもし。あ、ななこちゃん。お兄ちゃんは？いない。変な手紙が来て、それを見たら、お父さん、警察に。ちょっと、警察に連れ。いい加減。こんばんは。また一緒に。変な手。お兄ちゃんだから心配しなくて。まさかまたあの警告状。それを堂島さんが見て警察。クマ、さっき真夜中テレビに映ってたの奈々子ちゃんじゃない？どうして奈々子ちゃんがテレビに出たりしてないのに。いいえ、出てたんですよ奈々子ちゃんも。視覚的にじゃなく言葉の中に。政治家が学校訪問に来たこと何度かニュースで流れましたよね。そこで彼は自分と話した一人の生徒について毎度特別にコメントを出して称えたんです。その子は匿名のまま知名度だけ上がっていった。それが奈々子ちゃんだったんです。興味に反応した新聞が今日の夕刊に写真と実名インタビューを大きく出してます。それに狭い田舎町だ。もっと前から風の噂に知っていた人も多いでしょう。そんな、もっと早く気づけばよかった。絵で出ていないものはテレビに出ていないとすっかり思い込んでいました。どうしよう、奈々子
ナコちゃん、今家に一人なんでしょ？僕がこれから行って、ナナコちゃんの無事を確かめます。警察にも、花村先輩たちが今向かってるところです。事情を伝えてくれるでしょう。わかった。私もすぐ行く。ユキコとリセちゃんにも連絡しとくから。はい、お願いします。お前たちなんで、おい待て、なんだ、ナナコちゃんがいなくなった白金からです。白金、おい、どういうことだ。今、堂島さんの家にいます。扉が開いて、おそらくナナコちゃんは例の連続殺、堂島さんだって気づいてたでしょ。事件はまだ続いて。こちらはおかけになったで、ナナコ、堂島さん、本当なのか。何なんだ。多分はい、交通課。誘拐事件だ。至急手配頼む。国道沿いに検問張れ。検問？まずごちゃごちゃ言ってないでよ。被害者は7歳、女の子。娘さん？とにかく、こいつは例の連続殺人。かもしれないって、いつからですか？いや、とにかく今は。殺人との関係って言っても、証明書内すっかり解決ムードですから。どこ探しに行くに決まって、例の殺人とつながりゃ、警察は事実誤認で待ってられるか。そんな当てとかあるんですか。車でも使う。うるせえ。だから急いで。ああもう足立さん、俺らも。どうなった。ああちょっとこれ以上勝って会いたい。身内が危ねってのに何の義理、てめえ責任取れんのかよ。辰巳くん、気持ちはわかるけど何が起きてる。説明すれば解放してくれ。いやどの道僕らもただ出て行ったって当てがない。一旦全員で状況を整理しましょう。足立さんへの説明にもなるはずです。今回の失踪はこれまでと同じ犯人による誘拐と見て間違いないでしょう。七子ちゃんの家は玄関の鍵が開いていました。しかも鍵にはこじ開けられた痕跡がなかった。七子ちゃんが自分で開けたってこと？僕らの時と同じだ。犯人は忍び込んだんじゃなく堂々と玄関から現れたんです。呼び鈴を押して。私たちの時と。でもお二人の温泉に入った時ナナコちゃん言ってました。犯人はナナちゃんが知ってる人？先輩、ナナコちゃんの知り合いってだけじゃ。そうですね。なら切り口、確かな事実として犯人はかな。あ、誘拐の現場はバラバラなのにテレビが使われるのはいずれも誘拐の直後、玄関先でと言ってもいいでしょう。おそらく犯人はテレビを携えて移動。じゃあ車。犯行のスムーズさから見ておそらくセダンではない、ある程度大きな車でしょう。ところが不審者の目撃情報が全くないんです。多くが白昼堂々の犯行なのにこれはおかしい。顔見知りで車で、偶然誰も見なかっただけはさすがにありえない。これだけ繰り返してるわけだし。見えない車ってそんなのある？一体何？そうか、思い出した。来たせよ宅配。宅配のトラック。宅配のトラックならどこの家の前に止まってたって不審じゃない。そうか、ローカルな業者なら配達員が毎度同じで顔見知り。しかも奈々子ちゃんが留守番してる時にだけ会ってたから
僕らは知らない。足立さん、心当たりありませんか？そんな、刑事としての僕の君らの推理、堂島さんが一から洗い直す、参考人の一人が堂島さんに伝えな、前職解雇の後か、生田目太郎、演歌歌手の旦那か。今は職業が一致しただけです。住所は、せっかく手がかり、大丈夫かな、ナナちゃん、足立さん、捜査に進展があった、不在の間にあった、足立さん、行こう、生ため、助けてやるからな。道場さん、大丈夫ですか？七子は、もしもし、救急車の手配願います。交通事故です。負傷者男性1名。そうだ、こっちも生食べ探しの。七子、嘘、何これ。生食べの家へ向かって追ってて、七子はどこだ？頼む、探し、探すったって、そうだ、ダメ、なら僕がやりましょう。待っていて、見て、本当にテレビある。ええ、このサイズなら10、それと運転席に2基調。僕は新世界の存在を知った。なら僕は救うだ？だそりゃ。これは山野真由美、小西咲、天城由紀子、辰巳寛治、久慈川理瀬、未遂で助かって世に出なかった3件目以降の被害者もちゃんと書かれてる。そして諸岡先生の住所は書いてない。すごい、そりゃ決まりだよ。最後の日付は今日だ。こんな小さな子が映ってしまうなんて、この子だけは絶対に救ってあげなくては。それ、なんとか入れてあげることができ。最近警察が騒がしい。この日記もおそらくこれが間違いない。今までも全部同じ手口でやったんだ。宅配のふりして堂々と玄関から来て、すぐ荷台のテレビに放り込んで、犯人は生ためだ。ナナコちゃん追っかけないと、ここにテレビあるんだし。待って待って、変なとこに繋がってたら危険くまよ。明日は霧じゃないみたいだし、いつものやり方で明日から行った方がいいくま。けどよ、私たちが失敗したら誰がナナコちゃん助けるの。ナナコちゃんの救出は明日以降最優先で、生ための行方は警察に任せましょう。堂島さん、お前たち具合は？
情けない格好を見せちまってるな。ナナコ、あいつをなくしちまったら、あの子は今この島なのに、一番肝心な時に偉そうに父親面して。どうします？もし生ためをお前になら今頼れ。ナナコちゃんは僕らが少し日数がかかるかもしれん。ナナコちゃん、向こうにいるんだよな。それはま、生ためは警察が追っているはずですから。私らにしか、っていうか、私たちがやらなきゃ。途中で何度も無理かもって思う。ここまで来て、ナナコちゃんを犠牲になんて絶対させない。ああ。クマ、また遊ぼうって。大丈夫だからって。ああ、それに堂島さんのためにもな。またスイカ食わせてもらおうぜ。とにかく今やれること、そしてこれは大丈夫。こんだけ気合、やり方は今まで通りだ。次の霧の日までにナナコちゃんを見つけて取り戻す。そんだけだ。焦らず慎重に行こうぜ。